どうも、てっぺんチャンネルです。今日は動画再生ということで吉田さんに案内されたんですが、吉田さん、これ海じゃないですか。吉田さん、大丈夫、見てますか。今固まってましたよ。いや、こんな景色ね、こんな素晴らしい景色なかなか見れないから。埼玉はね、すごいですね。今日はてっぺちゃん、海でね、はい、クワガタ採集、海でクワガタ採集、海にしかいないクワガタ。実際は、はい、海岸だけどね。海岸ね、海岸、ね、まあ、海岸でも海ですよ。で、海でクワガタがいるんですよ、ここら辺に。で、そのクワガタって何ですか。まあ、本当にクワガタなんじゃないんだけど、はいはい、よくネット見るとね、はい、海でクワガタ取ったんですけど、なんていうの。あー、ありますね、はい、これね、もしかして大翔太何ですか。まあ、取れるときは取れるけど、取れないときは取れないっていうね。ああ、そうですよね。あの、ゴミ虫っていうと、すごい臭くて汚いイメージがあると思うんですけどね。大ひょうたんゴミ虫は、まあ、一応ゴミ虫と言われてるけども、クワガタに負けない大顎もあるし、ね、ここまでの臭み、匂いもない。で、見た目がまあかっこいいわけですよ。見た目クワガタだ。クワガタですよね。取れてきてるんですよ、クワガタだ。時間間違って。時間が間違って。運命が間違って。あれ、クワガタ。クワガタ。で、今探してる。今いない、完全にやってません。だからコップにね、はい、ちょっと餌入れて、はい、それを仕掛けるんだけど、はい、で、夜それを採取。なんかちょっといつもと違った採取の仕方ですね。いつもと違った採取っていうことで、はい、でもほら、なんか採取してたら、じゃあちょっと勝負ですか。ちなみにその勝負の内容は100個ずつ餌を仕掛けるんです、はい、お互いに100個ずつ、はい、トラップ100個ずつ、はい、合計200個、はい、で、こちらタコをでかいの、はい、この日本立てなんです。なるほど、勝負ですか。勝負です。分かりました。負けないですよ。じゃあ一つよろしくお願いします。じゃあ張り切っていきましょう。はい、それでは、ポイントまで来ました。ここでじゃあいよいよ仕掛けるわけですけども、大体ね、はい、まあこの砂浜見て分かる通り、この辺の砂浜にバーッと仕掛けるから、もう日没まで急いで仕掛けよう。で、雨ちょっとパラパラ降ってるから、そうですね、うん、雨降られるともダメだからね。全部ね、餌が蓋になっちゃいますもんね。とりあえず1時間で全部終わらせよう。了解です。100個、えちょっと多くない。ちゃんと100個です。50、50。そう、じゃあズルするからな。しないでしょ。2個ぐらいない。ない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 。ないですよ。ぴったりぴったり。冗談だって。はい、ぴったりです。じゃあちょっとマジで勝負しよう。わかりました。よし、立ち始めよう。じゃあ勝負です。最終じゃなくて仕掛け開始。シャカ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 やってからって無理っすよ。博士はてっぺちゃん合わせないから。で、要するに辛い位置ってことですよね。吉田さん、これさなぎ粉の量だけ教えてください。適当。1つまみぐらい。こんなこんなもんかな。そうだね、はい、もうどんどんやんないと時間的に終わんないからね。一人だと恐ろしいスピードでやるよ。これ仕掛けは何なんですか。これはね、トラップって言って、はい、このさなぎ粉の匂いにおびき寄せられて落ちるんだよね。これでいいかな。火を仕掛けるのに、まとって。それは釣り餌の。そう、釣り餌のこれ、さなぎ粉ってやつね。さなぎ粉。さなぎの粉にしてる。そう、さなぎ粉。周りでペちゃんちゃんと鳴らして。はい。それ鳴らさないと入らないってことですかね、紙コップに。そうかもしれないね。そのだからまず辛い位置と、はいはいはい、あと地面がちゃんと鳴らして、この普通の地面と同じにしなきゃダメってことだよね。よいしょ。ここ良くない。ここ、このこのなんか、いてててててて、超いて。農作業っすよ。農作業です。今日はね、種まき。何の種ですか。これはですね、ひょうたんの種。ひょうたんの種なんです。ひょうたんの種。一日で咲かせてみせましょう。やべえな、怒られちゃう。怒られちゃう。いいね、どう、自画自賛。
自画自賛いいね。こっちに2つ、向こう方に2つぐらい。あの、これね、これ、このそう、機械葉っぱ、うん、あそこ取れないからあそこいないからこれ、作戦ね。作戦、うん、作戦。他になんか秘密の作戦はあったりするんですか。まずね、はい、あの、いないところを進めるこれ基本ね。これ基本、虫取りの基本、人にはいないところ。そう、人にはいないところ、自分はいるところ、自分はいるところ。そして第 2、はい、第2はね、はい、もし相手のトラップにひょうたんごみ虫が入ってたら、はい、私のじゃなくてね、はい、てっぺいちゃんのトラップにひょうたんごみ虫が入ってたら、はい、先回りしてそれを自分のトラップに入れるとこれテクニック、これ作戦に。これテクニック3はね、ひどすぎて言えないもうだいぶひどいけどね。いや、こんな序の口で。序の口ですか。ほら、一生懸命やってるだろ、ね、一生懸命、いないところにね。勝負っていうのはほらね、勝ち負けの世界ですからね。そう、勝ち負けの世界、いろいろあるわけです。駆け引きが。てっぺいちゃん素直だから、はい、素直なのは利点でもあるし欠点でもあるからね。あ、腰痛い。そこの塊あるだろ、一塊、山。はい、そこの山、はい、この周り、ここぐらい仕掛けて、そっちからいいんですか、敵に石を送って。余裕だな、吉田さん。敵に石を送って今回の作戦は、今回の作戦はズバリズバリない気合とやる気と根性で。だってもう一生懸命だよ、もうなんかあれだな、幼稚園の頃思い出すな。公園でこんな遊びした記憶がなんかあるな。てっぺいちゃん、はい、俺もう50くらい近くたってからさ。マジで曜日勝負と別の早えな、吉田さん。最後のてっぺいちゃん、はい、パン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 するの。こうやってね、手で。あ、手で。あ、手でパンパン、そうそう。パン、コップの上から叩く。コップの上、そう。ほら、いいだろ。ああ。で、手で俺こうかけないから、これずーっとここまでかけて、ここまで。はい。この裏方までここまで。はい。なんか勝負中なのに親切なちょっとね。あ、じゃあ俺そっちの山行こう、うん、俺この単純なとこ仕掛けるから、はい、あの、その山の方からずっと一周、もっと先、もっと先だよ、てっぺいちゃん。そこまで俺がやるから、その山、そう、その辺から、はい、ずっと一周。あそこいなくて有名なとこだからねいなくて有名なんすか。あそこいないよ、あんなとこ取れるわけがない。俺も心が痛いんだよ、痛いんだけどさ、勝負のためなら、うん、しょうがない。これは俺もそんな悪い人間じゃないから。てっぺいちゃんが今敵に塩を送るようなことしていいんですかって言ったろ。いいんですか、はい、敵に塩を送って。そういうこと言われちゃうとちょっと心が痛むよね塩は塩でも毒入りの塩だからね悪いっすね昔はね、そんな人間じゃなかったんだけどね大人になってだんだんこうなってきちゃったんだよ。どうだい、痛い、これめちゃくちゃ痛いな、これ硬いし、やばいよこれ、痛い。はい、お尻に刺さった、血に刺さったよ。もうだいたいここのポイントは仕掛け終わりですかね。うん、俺もう50以上仕掛けたから、はい、このポイントでのノルマはもうノルマも何もないね。あ、そうなの、うん、分かんないから、こいつらだけは。あ、いろんな条件で来るから、こいつらの好きな条件がいまいち俺には分かんないんだよね。あ、さなぎ子以外を餌にすることはないんですか。何でも来るよ、基本的に。あの、あ、塩辛とかさ、はいはい、ちょっと動物性のこういう、なんて言うんだろう、匂いがある、ある程度きつい匂いがするもの、はい、あの、上から砂が入っちゃうとアウトなんだよ。あー、匂いが、うん、いいんじゃね、いいんじゃね。もう歩ってるって、大島太郎すごくね。
よし、これでとりあえず仕掛けは全部一通り終わったんで、あとは明日の朝来て取れてるかね、仕掛けの中、トラップの中にあの大ひょうたんが入ってるかどうか、その確認をしたいと思います。離島はダメだな、ダンゴムシばっかりだな。うわーすげー、なんかいますと白いのめっちゃいる。いた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 、ほら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 